はい、おはようございます。今日はちょっと曇りですね。向こうの奥にちょっと暗めの雲が見えてる。雨が降りそうです。ピキちゃん、おはようございます。あんたゴミ大好きだよね。こんなゴミばっかあさる猫になっちゃダメよ。安上がりだね。でもね、ゴミで遊べるって。どうした、なんかいたか。どうした。さあ、できました。ピキちゃんのお出かけ屋宇宙船。ピキ、新しいアイテム大嫌いだからな。段ボールとかはね、すぐ食うくせに。よし、じゃあちょっと入ってみる。ほら、宇宙船だよ。ピキちゃんすっかり落ち着いたね。よかったよかった。あ、出てきた。おかえり。ティッシュの置いてある位置を奪いました。猫様ひっくり返ってる。ピキおいで。よし、お出かけだよ。今日はワクチンと爪切りをします。いいですか。頑張ろうね。ちょっと我慢してね。ありがとね。あ、脱走。やだ。めっちゃ嫌がるじゃん。すごい。あ、行ってまいります。ピキちゃん、頑張ってね。すぐ着くからね。よし。さあ、西の目黒ペットウェルです。来ました。ピキちゃん、さあ、安心だね。ごめんね。泣き止んだね。もうそんな出たら危ないよ。何してんの。休みの日の自転車は気持ちいいです。今日はすごい、なんか久しぶりに夏日が戻ってきて、 T シャツで出かけてます。暑い。さあ、ピキヌのね、ワクチン接種が完了しました。全然ね、針刺されても泣かずに頑張りました。えらい。逆にね、お尻から体温とね、検便をチェックするときにシャーってやってて、お尻嫌いなんだ。ということで、一段落したので、ピキヌを預け終わったので、ピキヌを食べに、駒沢に来ました。久しぶりのピキヌなんですけど、楽しみです。今日はお一人サラダを頼んでみましたけど、すげえ、すごい量ですね。大好きなカントリーカレーが来ました。いい匂いです。いただきます。いや、久しぶりのピキヌ、めちゃくちゃ美味しかったです。まさかね、朝にピキヌのワクチンを打った後にピキヌを食べに行くというね、非常にパワーワードなんですけれども、いやね、タイから修行帰ってきて久しぶりに食べたんですが、やっぱりピキヌ美味しいですね。うん、ぜひ皆さん駒沢に来た際にはピキヌ
タイカレー食べてみてください。おすすめはカントリーカレーです。ちょっとね、一息つきたいので、ちょっと自転車でこのまま小川コーヒーラボラトリーに行っていきたいと思います。さあ、小川コーヒーラボラトリーに到着しました。素敵ですね。酸味とか甘さのコーヒーか、はい、酸味控えめの銘柄と重くに分けると2種類。ケニア酸味があり爽やかなお豆です。びっくりしてしまいました。コスタリカサンタルシア、こちらね、美味しそうだったのでちょっと家で飲もうと思います。いやー、コーヒー美味しかったな。祐天寺へ向かっております。はい、自転車でねかっ飛ばして、ただいま祐天寺に到着いたしました。ユーデンの、ね、フィーツというね、元は古着屋さんなんですけど、今セレクトメインで、洋服扱ってるお店がありまして、そこにちょっと行ってこようと思います。フィーツはね、僕がユーデン寺何年前だろう、結構前に住んでる時から、あって、今の場所は移転した、とこにあるんですけど、その前はねもうちょっと駅方面にあったんですよ。そこは古着メインでよく行ってたんですけど、今ね場所移して、だいぶなんかいい感じのセレクトショップになってます。ちょっと前まではね古着もあったんですけど、今はねアルテリアとか、あとマーティーとかもね置いてあったらな。夏の間はビルケンとか、そういうね最近ちょっと来てるブランドが置いてあります。いい感じなんで、たまに来るんですけど、ちょっと行ってまいりたいと思います。フィーツ、工房に行きました。出してたサンダルを、はい、祐天寺でね、404ラボ行ってきました。古着屋さんがね 1,2 階にあって、3階で受注会やってたんですけども、なんか真鍮に、14金のメキア、コーティングされてる、バレッタなんですけど、バレッタとカンザシか、なんか可愛かったですね。限定多分何個かしか多分受注されてないと思うんですけど、だいぶオーダーされてるみたいで、すごい可愛かったです。それでね、今学芸大学の愛着工房、ここでね夏に買ったサンダル、早めにソールのゴムが取れちゃったんで、もう一回出してきたんですけれども、それを受け取りに来ました。戻ってきた。だいぶ厚手のソールになって戻ってきました。
フロント側はだいぶ薄いな、これ学芸大学カルボ。このね、あのパリパリの魚を包んだやつがめちゃくちゃ美味しいんで、それだけ食べたいです。生ガキ、牡蠣やばい、牡蠣食べます。牡蠣とあとはレバーとハツ、あとね、このカルボン、これですよ、世界タパス大会審査員特別賞、鮮魚のパリパリ包み揚げ、マシュルソース、これがめちゃくちゃうまい。いただきます。シゴレバーの、うん、この鮮魚のパリパリ包み揚げ、これね、本当にね、名作、名品、めちゃくちゃ美味しいので絶対食べてください。このカルボは中目黒にあのパブロっていうのがね、1号店というかであるんですけど、そこはね、スペイン料理かながメインなので、このカルボはね、ちょっとこう焼き物系が割と多くて居酒屋さんって感じなんですけど、そのパブロは1店舗目はね、スペイン料理なんで、結構居酒屋というよりはねバルって感じで全然雰囲気違うんですけど、そこにも包み揚げあるので、中目黒学大、最近渋谷にももう1店舗できたらしくて、そっちにもあるのかな、ちょっと分かんないんですけど、ぜひ食べてみてください。ちょっとお酒飲んじゃったんで自転車に乗れないんですけど、押して帰ります。ピキちゃんが待っている。早く帰ろう。さあ帰りましょう。赤い枝がかわいいな。ちょっと秋っぽい、秋めいたようなお花欲しいな。これはピキが好きそうだな。リアル猫じゃらしって感じでかわいい。なんかもうちょっと秋っぽい花が、あ、これもかわいいな、色が。これなんだろう、すごいかわいい色。このね、赤い染めてあるパニカムっていうのをね、いただきました。かわいいですよね、繊細な感じで。ちょっとね、水が垂れると服が赤くなっちゃうんで気をつけたいと思います。これを、家に飾ります。いい色だね。ピキちゃんただ今待ってたの。ピキちゃん偉いね。玄関で待ってたね。あれ、さてはただご飯欲しいだけだったりする。そんな悲しいことある。ピキちゃん、ピキちゃん、はい、ご飯作ります。すいません、すぐ作りますんで。はい、ただいま帰りました。すごいかわいい、かわいいかわいいお花を、名前忘れちゃった、パネンカみたいな、パプロワみたいな、そんな感じの、ちょっと秋っぽい
色です。これね染めてあるんで、でもねやっぱ赤とかっていうのは秋っぽくて可愛いですね。華奢なのがね集まって5本ぐらい買ったんですけど、すごいいい感じ。これを早速飾ろう。ピキちゃん、ピキちゃん待っててくれたな。いいじゃん、いいじゃん、ピキちゃん。うん、いい感じ。すごいこれかわいいな。買って正解。うん、なんかやっぱね緑だけじゃなくてこういう色があるといいっすよね。しかし名前がわからん。詳しい方いたら教えてください。今日は健康診断でお医者さんがもうちょっとたくさんあげてくださいって言ったので大盛りです。よかったね、いっぱい食べれるよ。ねえ待ってたからお腹減ったね。美味しいですか今日ね。ピキヌー食べてきたよ。ピキちゃん今日ねお昼ご飯ピキヌー食べてきた。辛かった、辛かったな。よし、じゃあアシスタントのすずちゃんにいただいた梨を食べようと思います。しっかりね冷やしてあるのですごい大きくて美味しそう。すごいジューシーですね。いただきます。すずちゃんありがとう。できました。美味しそう。全然むけてないというね。いただきます。飲んで帰った後にコーヒー、最高です。いやピキちゃん来てからねもう見てわかると思うんですけれども、もうガラッと生活が変わりまして、朝はね5時半ぐらいに叩き起こされるんですけど、それで腹減ったっつってね起こされて、で昼間はねお仕事中はあの猫カメラが家にあるんですけど、それでね、どんな感じで過ごしてるかなと思って猫カメラで観察をして、で夜はねあの帰ってくると玄関のところにこうやって待ってるんですよ。ほいでまたね餌を要求されるわけですけれどもね、私は飯炊きババアカっていうね、でまあ、一通りねあのトイレのいろいろこうやったりとか、結構ね一日中こう気にしてるかもしれないですね。まあでも本当にね最強に可愛いので全く嫌じゃないですけど、いやとてもあの幸せな日々を過ごしております。はい、すぐこっち見てる。自分の話してるの分かんのかな。ということで、今日のブログはこれで以上となります。
それではまた。